じゃあお前16歳以下でしょ。え、ガキじゃん。じゃあ何言ってんの。全員ガキで。え、18歳になるまでにみんなガキですけど大丈夫ですか。頭おバカなんだね。ごめん、そんな奴に話しかけて。一回ね、多分病院行った方がいいよ、精神科とか。新世代の僕を呼んだの大久保です。ということで、今回はまあ大久保にね、今から一人で撮らせます。レッツゴー。こんばんは。あ、こんにちは。何歳。年齢聞くならまずさ、自分から言うもんじゃね。え、16だよ、君は。え、言わねえよ、バーガー。アホなの、お前。言うと思った。言えないの。言えないくらいガキってこと。え、言えない言えない。ガキじゃないけど言えません。お疲れ様でーす。おもろ、クソガキさすがだわ、言うだけ言うんで。お前もクソガキやん、16歳とか。 え、じゃあお前何歳なん。だから言えません。16歳以上ってことなんだよね。言えません。じゃあ16歳以上なんだよね。え、16歳以上だよね。だって別に俺が言ってもメリットなくない。デメリットしかないんだけど。 え、じゃあ言ってなんかメリットってあんの。言ってみ、言ってみ、デメリット。え、デメリット、年齢聞かれて恥ずかしい、わかる。え、デメリットになんない、なんない、どういうこと。え、バカなん。バカなん。やば、すご、さすがだわ、ガキ。お前も死んだわ、いいよ。ガキだわ、さすが。お前もガキだよ、お前もガキだよ。だから16歳以上じゃないだろ、お前その声で。ガキだろ、どう見たって。でもさ、別に16歳以上じゃなくてもよくね、そんな。え、だってお前ガキって言ったじゃん、お前16歳を。え、じゃあお前16歳以下でしょ。え、ガキじゃん。じゃあ何言ってんの。え、バカか。18歳になるまでにみんなガキですけど大丈夫ですか。え、でもお前16がガキって言ったやん。でも、え、それ以下だったら何なの。じゃあ16歳以下だったら何。それ以下だったら神ですね。神です、神です。え、どういうこと、どういうこと。え、さすがガキ。あ、終わり、頭いかれてんな、さすがガキ。お前もいかれてるけど大丈夫。ネットでしか言えないくせに。え、いいよ別に。来いよゴミ。お前もゴミだろ、お前。何、何がゴミなの。どうせお前ドブネズミだろ、ドブネズミ。おい、何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 、早く言えよ。いや、言ったけど、何、何。え、何が、何が言ってよ、早く。耳聞こえない。何が言いたいの。もしかして病院行ってきちゃおう。いいよ、普通に。え、じゃあ何が言いたいのって、早く言ってよ。普通に。言えないくせに何調子乗ってんの。言ったけど何かありますか。そうやってママに買ってもらった PS4 か PS5 か知らんけど、それで生きんな。え、これ PS5 じゃないよ、 PC だけど大丈夫。表記もわかんないの、ね、ママに PC 買ってもらって生きてんの。あとごめん、これママに買ってもらってないけどな。 え、じゃあ誰に、誰に。いや、俺そもそも買ってもらってないけど大丈夫。でもお前自分で買えないでしょ、働けないでしょ。だっていらないもん、持ってても。え、じゃあなんでやってんの PC で。え、借りてるから。え、なんでいらない、いらないのに。え、いらないって言ってるのになんで借りるの。いやいや、借りてるから。え、なんで、なんで、なんで、聞いて聞いて。なんでいらないのに借りるの。そもそも家に、家に持ってきて借りてるわけじゃないから。ねね、なんでいらないって言ったのになんで借りてんの。いや、だから普通にやりたかったな。じゃあ、いらないって言ってよ、お前。なんで借りてんの、うん、いらないよ、うん。え、なんで借りてんの。え、じゃあ、じゃあ、いらないっていうことは、家に、家にはいらないって言ってるから、俺は。わかる？バカな。え、じゃあ、じゃあ、お前そういうこと言ってないから、最初。終わりだよ、お前。矛盾を持つ、いざこう、終わり、無事に。お前ね、普通にね、死んだ方がいいと思うよ。あ。こんばんは。え、田舎もんですか、もしかして。いや、もちろん田舎っす。あーね、なんかこんばんはとか言ってたからさ。いや、何がおかしいんですか。いや、ちょっとなんか気持ち悪いなーと思ったからさ。何歳ですか。え、言わないとダメですか。あ、全然言わなくてもいいっすよ。え、じゃあ何歳ですか、逆に。いや、自分小3っす。あーね、クソガキってことね。まあそうっすね。いや、小3がね、こんなクソみたいなさ、ゲームしたらダメだよ。今すぐ引退した方がいいよ、普通に。それは嫌っすね。え、なんで。なんで。自分が辞めたくないと思ってるからじゃないですか。え、普通にセンスないし、下手くそだと思うから辞めた方がいいよ。なるほどな、なんでやってるんですか。いや、普通に、だからこうやって、まあクソガキをいじめて楽しいんだよ。あ、いいっすね。え、スキン何個持ってんの。130っす。うわー、それちょっと親のクレカか。うわー、親のクレカ勝手に使ってんのか。いや、あかんっすよね。いや、よくな。うわー、今すぐね、多分捕まった方がいいと思うよ、少年期。ガチか。いやー、さすがにちょっとさ、メンズケア行ってきた方がいいよ、マジで。厳しいって、ほんと。マジか。マジで厳しいよ。整形した方がいいかな。いや、多分整形した方がいいよ、親のクレカで。何も楽しくありません、これ。やってて。なんで。なんかもっとさ、激横で来る相手が良かったわ。こんばんは。え、息臭いんで喋んない方がいいっすよ。マジっすか。はい、喋んない方がいいっすよ、息臭いんで。匂っちゃいます。匂います、ちょっと臭いっすね、なんか。もうそれ自分のマイクが臭いと思いますよ。え、
俺マイクじゃないんだけど大丈夫？ああ、じゃあなんすか、イヤホンすか？え、イヤホンじゃないけど。じゃあなんすか。わかんないの？予想つかないもしかして。はい。うわぁ、何ぜ？プレステ？はい、そうっすね。ああ、それはちょっとわかんないか。まあまあ、まだね、そんなゴミみたいなプレステ使ってんのが時代遅れだよ。いや、そんなこと言ってるけど、マイクなかったら喋れないね。そんなこともわかんないの。ガキだね。ごめん。頭良すぎて。ごめんね。え、それ頭いいってさ、なんなくないっすか？いや、なるよ。君だって、君より頭いいことになるじゃん。マイクなかったら喋れないよね。そんなことも考えられないから、ガキだもんね。しゃあない、しゃあない。え、でもマイク以外でも喋れるのっていっぱいありますけど、大丈夫ですか？じゃあ行ってみ？何あるか行ってみ？え、そんなの知りませんよ。だって名前わからないけど、そんなさ、いちいち覚えるわけないじゃん。おー、じゃあ言えないんだったらわかんないってことだね。死んだ方がいいっすよ。あ、ほら、言い返せないと死んだ方がいいっすよってしか言えないんだもんね。ごめん、ごめん。え、頭いいんだ。頭いいよ。え、じゃあ問題出すからそれ答えてよ。いや、それお前が出す問題が頭いいかどうかに関係するかわかんない。いや、あるやん。何か。え、だって頭いいんでしょ。なら何でもわかるってことやん。え、誰がそんなこと言った？じゃあ東大生にもそんな問題出したら解けると思うか？え、解けるでしょ、普通に。何でも出したら解けると思う。え、何でも出しても解けると思うよ。すごいね、頭おバカなんだね。ごめん、そんな奴に話しかけてごめんわ。お前も頭大丈夫だと思う。大丈夫よ、普通に。うん、大丈夫だよ、全然。一回ね、多分美容院行った方がいいよ、精神科とか。じゃあ受診料払ってくれるんだよね。おすすめするってこと。払うって言って言ってないけど大丈夫？え、誰も払わないとも言ってないよね。大丈夫？大丈夫、逆に。はい、こいつは絶対パーティー。あー、こんにちは。あ、こんにちは。あの、動画流すのやめてもらっていいですか？なんで？え、うるさいから。あー、これでも俺音半分だよ。いえ、どうでもいい、どうでもいい。うるさいからやめてくんないって。あー、おい、じゃあ俺のことでミュートして。え、なんで？うるさくなくなるよ。いや、だってさ、普通に考えてさ、ホート持って喋る場所じゃん。なんか動画とかにはさ。あー、そうっすね、そう。あ、そうっすね、もう見てないです、もう見てないです、もう見てないです、すみません。こいつうるさいな。え、こいつって誰ですか？ポコエフロうるさいな。ポコエフロうるさいな。ポコエフロじゃないですよ。新世界の新世界ですよ。読めますか？え、漆黒のダティシポコエフロって書いてあるけど。まあ、なんやねん。なんだ。俺さ、新世界ってつけてると思ってさ。漆黒の堕天使ね。だって新世界かと思うじゃん。お前なんで恥ずかしくて抜けちゃってんだよ、お前。お前何恥ずかしかったら抜けてんだよ。